正義泣きそうなんだ。正義懐かしいな、ほんまに。なんかエヌプラ思い出したわ。N じゃなかったけど、うん、N じゃなかったけど、その時から N じゃなかったけど、うん、ずっと違うけど、うん、ほんまにめっちゃ思い入れのある曲なので、はるかより出てたもん、うん、間違いないな、うん。はたやこありがとう。アンジービー、なんでわかったんですか。もう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 、慣れてる腹でいい、もういいの久しぶり。確かに同じ歌終わり歌ってたもん。バイバーイ。バイバーイ。確かに。本田ダンディービー最後抜かれてたの、抜かれてたの叫んだって。かわいい。お、夜行バスで、うわ大変。でも待ってるよ。公演、明日の公演も。明日何？M？ M の昼夜ですけど。昼夜？頑張っちゃいやん、ねね、頑張っちゃいやん、レイコちゃん、皆さんレイコちゃん応援しましょう、はるかと一緒に応援しましょう、レイコちゃん頑張れ頑張れ、レイコちゃん頑張れ頑張れ、レイコちゃん最低だよ。たたやくありがとう。みんな見に来てくれるから、見に来てくれる、本当に、うん、全員今おる。めっちゃ見に来てくれるやん。お、エクステズありがとう。エクステズ、エクステズね、貴重なファンですよ。私とミカナのコンビ名なんですけど。はい、初めて聞いた。だからミカニャン叫んだ。あ、そうそうそう。エクステズ、ミカナもあの目の前でご飯を食べておりますけれども。おもろ、初めて聞いた。お、夜公演入ります。待ってます。どうもありがとう。はるちゃん、明日の配信見るのって。もちろん見ますよね。当たり前じゃないですか。こうして二度と私の目の前に現れることはなかった。何がどういうこと。確かにな、はるちゃんパワーはまあ受け取ったっちゃ受け取ったけど、うん、足りへんかった、うん、なんでよ。足りひんな、やっぱれいこちゃんって言わないと、うん、そういうこと。私に向けてじゃないや、うん、ファンの方に向けてやおかしいやん。初日はやったよ。初日とか一緒に出てんの。またぎん時はもうずっと、うん、そうしてもらうな、困ります。あ、今日も楽しかった、ありがとう。明日初めて劇場待ってます、楽しませます。さすが、カウントダウン TV で湧いてた、頑張れって。はるちゃんはいつ M またぐのって。何のことかな。はい、配信ちゃんとして。宇宙ライブ楽しかった、ありがとう。ほんまやで、3日間で4公演させやがって。あ、そう、ひらがなでな、そうそうそう。え、しかも昨日もじゃない。そうやで、やばお疲れ様グース、ほんまに出ちゃいない。そう、今日うかさんの衣装だったので、私は加藤優香って思いながらやってました。はい、どうでしたか。素晴らしい。そうですよね、それも大事です。やっぱそういうとこ見習って、うん、そういうことですよね。闇の中、今日もはるちゃんの自己紹介、れいこちゃんノリノリで可愛かった。可愛いね、やって嬉しい。そういうことなんですね。いっちゃんのノリノリでしてくれます。そうだね、嬉しい、やりがいがある。そういうことなんです。はるちゃんパワーで助かる命はたくさんあります。ムタギンの時、ハルちゃんパワー、そう、独り占めなしたいよな。6月あたり、そう、6月あたりハルカが出るらしいですね。え、見てない見てない。ゼロ距離、明日公演行く、待ってます。エクステズとストレッチャーズ、めっちゃなんかあれやな、あのマイナーなオタクしてはるんですね。いいね、最高。あ、はるかのナンバラみたいやって、頑張ってください、ありがとう。ねえ、はるかがナンバラ出たらもうずっとバレリーナ。はるか多分ナンバラ NG 出されてんの。うん、そんなことない、私のポジションでじゃあ出て。うん、なんで。やっぱおもんないから。うん、やっぱおもんないから。そういうことじゃないね、うん、はるちゃんパワーというネタがあるから、うん、ネタじゃないからやめて。ネタちゃうのよ。夜公演行きます、待ってます。久々最善でね、ありがとう、本当にキレキレやった。うん、3日間連続。お先生は2日間か。
予選戦2日間やからな。昨日違う3日間やで。あ3日間か。一昨日も。あそっか。心身生きてるって来てるわ。心身生きてるって来てる。生きてないって。生きてないの。ね100回。クロミちゃんのクッション。まだクッションとかぬいぐるみとか送られへんやんな多分。あかんのじゃん。うん。服だけ。そう見習ってね。あれは。あ欲しいなってるなんやろ。大人の人への叫びよかった。あ前澤のお宅やって。あ聞いてないわ。前澤のお宅ありがとうございます。あエクステス初めて聞いた。年に5回年内年内はいけるかな。あと500ありがとう。誰もありがとう。はるちゃんパワーってそうネタだよ。ネタちゃうって。NG を出す。ちゃうって。デグマッチョみたいなあそういう感じの。違います。確かに未来ちゃんも出たしね。デグマッチョと一緒にされたらダメです。そうなんですね。違います。今日ユイナと同じ間違いしてたんです。それは違うじゃん。あぷ、確かに絡み面白かった。ピロピロデグマッチョハルちゃんパワーでネタスリートップって。なんで？ピロピロデグマッチョハルちゃんパワーのネタスリートップって。やばいやもう六期生ギャガーやん。そういうことや。あ世代が生きてない。おすんさん。まあ、5G 拾いやすくなりましたやって。はるちゃんパワーのおかげで。なんで？はるちゃんパワーのおかげで 5G を拾いやすくなりました。そんな力がやっぱ。あ、おせんせんもいるし、あのちゃんも前にいます。服と帽子とアクセサリーと手紙。あ、ありがとう。あ、被害者。あ、正義の正義はもう被害者ですね。あの石田ゆうみさんって方に邪魔されたので。ちょうど。ユリ？昨日300回だからレコッチ。そうだね、400回だもんね。MC 最高やった。ありがとう。あとやくありがとう。劇場照明消える日も近い。腰痛。はるちゃんパワーのおかげで腰痛治りました。いや絶対みんな嘘つきすぎる。あれのはるちゃん。こいとつな。来週こいとつの日予定入れてたけどレイコ空いたすぎて。あら祈っとかないと。当たりますように。はるちゃんパワーのおかげで宝くじが当たりました。言いすぎや。嘘や嘘。はるちゃんパワーもらってからこれなんて読むんやっけ。皮膚わからへん。治りましたって。ドラさんロッキーラブ。曲中のシンシンとの絡み好きですって。なんか絡んだっけ今日お先生とどっか絡んだっけ。え待って一回も絡んでない。シンシンに見えた。絡んでなくない。 あれじゃん。あ欲しいなってる。ああ救世か。どんな子お先生。こいつ行くって待ってまーす。後ろの絵。はるちゃんパワーもらってから花粉症が治りました。みんな嘘つきすぎたで。はるちゃんパワーのおかげでよく眠れるようになりました。仕事でいいことありました。寝つきが良くなりました。それね、あのみんなのね力。はるちゃんパワーのおかげで柿の種が美味しい。どういうこと。ねえよかった。紹介ひどすぎた。なおもはるちゃんパワー欲しい。無理です。無理です。おせんせん今日乗る、うん、あ、じゃあそういうこと。 え乗るよ。さっき帰らせていただきますけど。あ、帰るの。うん、ね、いい。ちょっと文字に書くな。文字に書くからちょっと待って。なんで帰るの。なんでな。なんで帰るのみんな。みんな帰るねって。距離になっちゃった。え、あと何分。分からへん。なんて書いた教えて。あ、サインとこれ、これかと、うん、それか。お疲れ様、ありがとう。なんかいくらで売ってますか。え、これってさ、いくらで売ってるんやろ。どうしたっけ、うちって。それは配信しようや。うん。ミカニャ待って。あ、バイバイ。ミカナの手でした。バイバイ。待ってよ。バイバイ。ミカニャ待ってよ。バイバイ。はい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 。これ僕？スーパーセクシータイムやで。みんな。みんな。
肌見せよ。セクシー。セクシー。このぐらいの肌見せが。肌見せタイムよ。あのこの春はスプリングは。やっぱね。いいよね。やっぱりそんぐらいの、うん、あの血色感がある肌を見せていくことによってそういうことなのよね。あ、ネイル可愛い。ネイルもポイント。キラキラの。そういうこと。セクシーやな。やろう。うん。すごいわ。なんか羨ましい。大丈夫かなこれ。有料じゃないけど。バンされへんかな。大丈夫かな。セクシーやわ。みんなもよかったね。よかったね。うん、バイバイ。バイバイ。待って。待って。あと5分ぐらい。なるほど。ありがとう。エグステズ。手のひらなの。名前で。そう。スーパーセクシータイム。ねえ、セクシータイムでした。いいものが見れました。あ、そう、置いてた。これ、また次に落とした。え、なんか何？ごめん、最高でした。ありがとう。あれね、いや、でも楽しかったです、ね、本当に。あらあら。ね、また出させていただきたいです、ちょっと。月1はきついので、後で言っときます、マネージャーさんに。ほんで何あー、なるほどな。あー、そういうこと。うわえ、これなんの、うん、え、あの人、うん、あの人らってこと、うん、巻いて終わったのが、ああちょっと、OK ありがとう、はい、はいはいはい、バイバイ。忘れた頃にまたぐ。そうやね。いろいろちょっとやり取りをしてみました。ここでは話せないやり取りを。いや、B2 はないですね。B2 も9期もちょっとまたぐつもりは特に今はないので、もう3公演で精一杯なので、もう研究生の時5公演またいだから、もういいやろっていう、もう許してっていう感じですね、私的には。バイバイ。お疲れ様でした。バイバイ。流れ星。いや、みんな帰っちゃった。もう周り誰もおらんくなっちゃってんけど、寂しいだけ。あ、テックありがとう。もう仲いい仲間がみんないなくなっちゃった。ドラさんドッキみんなすぐ帰んねんからさ、もうみんな寂しい。あ、僕たちがいるじゃないか。いやー、ちょっともうきついっすわ、またぐの。もうちょっともう勘弁して。今でも研究生ぐらいの、何、またぎ方してるからさ。そう、帰っちゃったみんな。そう、公演前にショールームしてるから。そうなんだよ。でも私はちょっともうなんか公演後の方が好き。そっちの方が、まあでもな、でもメイク崩れてるっていうのはちょっと嫌やけど、今年もね、今の調子やったらちょっとランクインしそうですね。公演後の配信嬉しい、本当に。そう、落ち着いてできる。そう選抜やでと運営に行ってみましょう。しゃべ会追加した、ありがとう。公演後、確かにね、テンションが、でもそうだね、高い時と低い時、低いっていうか、いつものあれあるけど、志田さんたちはあっちの部屋にいるかな。うわ、15分経ったけど、もう行ったな。これは待たなあかんな。あー、そっか、お仕事中の方多いもんね、公演前は。えこちゃんまたぎ、そう、でもね、またぎ私も好きなんよ。
楽しいし。あ、終わった？じゃあもう私も終わろう。ちょっと帰れるかな、でも早く。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。いきます、10位発表します。13位あっちさん、ありがとうございます。12位ゆうじろうさん、ありがとうございます。11位さかさん、ありがとうございます。10位れいな、ありがとうございます。9位なかしーさん、ありがとうございます。8位ひさおさん、ありがとうございます。7位しんさん、ありがとうございます。6位くにぷーさん、ありがとうございます。5位ゆきちゃん、ありがとうございます。4位うっちんさん、ありがとうございます。3位あいかちゃん、ありがとうございます。2位たかさん、ありがとうございます。そして1位つれづれさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみマングース、また明日もねきっとあの配信はするので、チーム M の今夜突然やってくる公演、昼夜頑張ります。はい、沼にハマってますけど、どうしたい、もうどんどん沼にハマってください。よろしくお願いします。多分ねそう2回すると思う、明日はうまくいけば。ということでありがとうございました。またね、また明日ね、バイバーイ。